メトサーゆうきです。今日マジェスティ C に乗ってますね。今日はですね、ちょっとあるお店に行きたいなって思ってて、向かってます。いい天気ですね。皆さん知ってる通り、マジェスティ C と RZ50 所有してるんですが、RZ50 はですね、ギアチェンジしないといけないんですよ。1速から2速、3速、4速 RZ50 は5速までかな、確か5速まであるんで、靴のね、左足の足の甲の部分でシフトをね、上げていくんですよ。お、ここすごい坂だね。よっしゃー。で、シフトペダルがですね、やっぱ雨とかに濡れてシフトペダルの方が汚れてるんですよね。シフトチェンジするときに靴が汚れちゃうんですよね。黒くなっちゃう。それがね、僕今までね、汚れてもいい靴を履いて RZ50 を運転してたんですけど、なんかやっぱり RZ50 に乗るときはこの靴を履かなきゃいけないなとかっていう風にやっぱ考えちゃうじゃないですか。汚れちゃうからね。なので、もうどの靴履いても汚れないようなプロテクターみたいなのが売ってるみたいなんですよ。それをね、ちょっと今日買いに行こうかなって思って、 RZ で行こうかマジェスティで行こうか迷ったんですけど、今日はねマジェスティで向かおうかなって思って今向かっております。まあ暖かくなったり寒くなったり、ちょっとね気温の差が激しいんで、早く暖かくなってほしいなって思いながらね、バイクはね乗りやすいじゃないですか、暖かい方がね。まあ気温のその、なんていうのかな、温度差も結構あるんですけど、暖かい時がちょっと増えてきたんで、バイクに乗る頻度もね、少しずつこれから増えていくんだろうなって思いながら、それはね、すごい楽しみですね。まあ夏になると、腕とかね、焼けちゃいますからね、半袖で乗っちゃうとね。靴につけるプロテクターなんですけど、まあいろいろ試したんですよ。なんか靴を濡らさないためのその靴の靴下みたいなゴム製のやつを履いてみたりとか、ビニール袋で、靴を守ってみたりとかね。ついこの間ね、ちょっと、お店に行った時に靴につけるプロテクターっていうのをね見つけたんで、その時は買わなかったんですけど、ずっと気になってたんで、今日はね、それを時間あるんで、ゆっくりちょっと見てみようかなって思って、楽しみです。もうすぐ着きます。PCX か。いいね、いいバイクだね。やっぱね、冬だから、バッテリーがね、やっぱ上がりやすくなって、今日もね、エンジンかけるの、ギリギリかかったって感じですね。もうちょいで多分かからなかったかなみたいな。ブースターケーブルにつながないといけなくなるなって思いながらね、ギリかかりましたよ。押し掛けができないからね、マジはね。やったけどね、この前やったけどね、押し掛け。あ、車多いですね。なんでここに止まってんのかな、この車は。はい、こちらになりますね。ライコランド入りましょう。バイク多いですね。めっちゃ多いじゃん、ほら。めちゃめちゃ多くね、ほらほらほら。ほら、超多いよ。じゃあ僕はここに止めましょう。OK、到着。いろんなバイクがいますね。ほら。こっちがライコランドで、こっちが、アップガレージなんですよね。最初じゃあアップガレージの方から入ってみますか。こっちは中古なんで、中古の方にあるかちょっと見てみましょう。はい、アップガレージの方は置いてなかったんで、ライコランドの方にねちょっと入ってみたいと思います。思い出したんですけど、ママが胸にプロテクターつけろって、危ないからね、転んだ時にプロテクターつけろっていう話をねしてたのを思い出したんで、それもねちょっと中で見てみたいと思います。ありましたね、これだな。これですね、ワークブーツ。これをね足の甲につけれるみたいなんですよね。
ちょっと僕の今日の靴にはめてみましょう。はい、買い物終わりました。何買ったかっていうと、こちら。これですね。まず RZ のね、ツーストのオイルですね。こちら買いましたね。これ、ノズルもついてます。最初に言ってた靴のやつは、こちらを選びましたね。これですね。でね、こちらに M サイズって書いてると思うんですけど、M サイズと L サイズがあります。M サイズだと、スニーカーとかですね。で、L サイズだとブーツとかですね。で、あとさっきね、ママにプロテクターつけてほしいって話したと思うんですけど、これ買いました。心臓をね、守るプロテクターです。自分のだけ買ってもね、しょうがないんで2つ買いましたね。後ろに乗るママがつけるやつとか子供たちがつけるやつと、僕がつけるやつ2個買いました。で、これがね4300円です。1個。プロテクターに関しては今からつけて、帰りたいと思います。このプロテクターは僕はね、もう10年以上つけたことないんですよ。なので、初めてちょっとつけるんですけど、どんなもんなのか、命をね守るためのやつなんで、これからねつけていこうかなって思います。よっしゃー、じゃあ帰りますか。ふう、いい買い物ができた。胸のプロテクターはつけてますね。つけ心地はですね、悪くないです。これで命が守れるのであればつけてた方がいいと思います。つけてる感じも別に疲れませんし、最高なんじゃないですか。いいっすね。体につける部分はゴムでできてるんで伸縮性がありますね。身長高い人でも、筋肉質な人でもね、装着できるんじゃないかなって思いますね。伸縮性あるんで、めっちゃいいですね。これで命守れたらいいよ。4300円だったっけ、4000円ぐらいで命守れるんだったらいいと思いますよ。先ほども言いましたけどね、僕こういうのねつけてこなかったんですよ。高いなって思ってたし、ママがね免許の更新に行ったのかな、 DVD を見たみたいで、その時になんかバイク事故のやつを見たっぽいんですよ。それでママが僕に、ゆうきさん、あのプロテクターつけてほしいんだけど心配だからって言ってきたんですよね。まあ、僕はね今までつけてこなかったけど、それでママの不安というか、まあ願いなわけじゃないですか。それをね無視しちゃうとダメだなって思ってるんで、それで、これをね購入したわけですよ。ママをね後ろに乗せるとか子供たちを後ろに乗せることってあんまりないんですけど、その乗せた時に自分だけつけてるっていうのもちょっとどうなのかなっていうのもねやっぱあるんで、2つね、購入しました。ママにもね報告しようかなって思います。自分の命はね自分だけのものじゃないと思うので、隣の人のね顔を思い浮かべたら必要なんじゃないかなって思います。そんな感じで終わりたいと思います。調子乗んなよ、絶対調子乗んな、調子乗んなよ